皆さんこんにちは。2019年ドクターストップにより舞台を降板した女優の浅野温子さん。夫に認知症との噂があったり、劣化したと言われる現在の画像が公開されたり、何かと話題になっているようです。今回は浅野温子さんに様々語られている噂の真相に迫っていきたいと思います。女優として長年活躍している浅野温子さんですが、2019年に心配なニュースが報じられました。体調不良により2019年4月20日からの舞台銀河鉄道999さよならメーテル僕の永遠を降板するというものでした。この舞台で浅野温子さんはプロメシウム役として登場する予定でした。舞台の主催者の発表では、体調不良により急遽やむを得ず降板することとなりましたとのことです。代役は女優の松下由紀さんが務めたようです。また浅野温子さんは2019年4月11日に放送された天海祐希さん主演のドラマ緊急取調室第3シリーズの第1話にゲスト出演していました。浅野温子さんは体調が優れない中で撮影に参加していたようです。浅野温子さん本人は銀河鉄道999の舞台出演を希望していたようですが、今回は休養を取って治療に専念する選択としたようです。浅野温子さんの病名や病状は明らかになっておらず、ドクターストップによる舞台降板とのことで、病状が深刻なものなのではないかと心配されます。一方で手術や入院を必要とする重大な病気ではないという情報もあるので、ゆっくり静養して一刻も早く元気を取り戻すことを願いたいと思います。浅野温子さんは全身のだるさや力が入らないといった症状を訴えていたそうです。近所の方も最近は食事に出前を取ることが多いみたいですね。料理を作る元気がないのかもしれませんと述べていました。浅野温子さん本人もその体調不良に関し初めての経験と言っていたようです。事務所の関係者は病院の検査では命に関わるような大病ではないとのことだそうです。またこれから精密検査をするところだったようですが、状態としては遅れてきた更年期のようなものだ捉えていますと語っていたようです。命に関わるような大病ではないというのは安心材料ですが、更年期障害は症状が重い人もいるようなのです。更年期障害はエストロゲンと呼ばれる女性ホルモンの分泌が減ることで起こり、全身のだるさ、疲労感、ホットフラッシュ、頭痛、耳鳴り、吐き気、めまい、食欲不振など症状は多岐にわたり、100以上にもなるのだと言われています。専門家である大久住吉さん婦人科の船引都院長によると、閉経の時期には個人差があるとしています。日本人女性の平均閉経年齢は50歳から51歳ですが、もちろん遅い人もいるそうです。浅野温子さんの倦怠感の原因が更年期障害であることは十分に考えられるそうです。閉経後数年経っても症状がすっきりと消えない人、更年期が終わったと思ってもまた症状が重くなる人もいるのだそうです。実際に歌手の高橋真梨子さんは47、8歳頃から更年期障害の症状が見られて、病院に行っても原因が分からず約3ヶ月間にわたり仕事を休み自宅療養していたと述べています。50歳前後で更年期障害を発症するとうつ状態に発展しやすい傾向もあるとのことで、たかが更年期障害ではないということが分かります。また女性セブンは浅野温子さんのご主人である魚住勉さんにも取材を行いました。ご主人曰く、今はちょっと休養しているだけで基本的に家で元気にしています。ご心配おかけして申し訳ないのですが、大げさな病気ではないと思いますのでと話したそうです。こうして見てみると浅野温子さんの訴える症状や年齢から更年期障害の可能性が高そうですが、現時点では検査の結果も出ていないようなのでどうなのかは分かりません。更年期障害だったとしてもうつ病などの発症リスクもあるので、今後の検査の結果を見ながらしっかりと休養してもらい、また元気に活躍する姿を見せてほしいところです。ちなみに2019年3月末から体調不良を理由に自宅で療養していた浅野温子さんですが、2019年8月末に2020年秋に公開される時代劇映画
身を尽くし料理長で復帰しました。同年8月26日からスタートした撮影に参加し、共演者やスタッフと談笑しながら元気に仕事をこなしているようですし、体調についても問題ないと語っていました。その後も不定期ではありますが、映画やドラマに出演し、徐々に仕事のペースを上げていますので、現在病状は改善しているようです。浅野敦子さんは本名を魚住敦子といい、1961年3月4日生まれ、東京都大田区蒲田の出身です。浅野敦子さんは10代の頃からモデルとして活動していました。15歳の時に山口百恵さん主演映画エデンの海のオーディションに合格し、映画デビューを果たします。その後も映画やドラマで活躍し、1980年代後半に危ないデカやパパはニュースキャスターに出演しました。1988年のドラマ抱きしめたいでは、共演の浅野ゆう子さんと共にダブル浅野と呼ばれ、人気を不動のものにしたのです。1991年のドラマ101回目のプロポーズでは武田鉄矢さんと共演し、最高視聴率 36.7% を記録しました。1992年から1996年までドラマ版サザエさんでサザエ役を演じました。2003年からは古事記を題材にした日本神話への誘いをスタートします。俳優業と並行して日本各地の神社を回りながら一人語りの舞台を開催しています。そんな浅野敦子さんは1983年に作詞家の魚住勉さんと結婚しています。浅野敦子さんが22歳、ご主人の魚住勉さんが36歳の時の結婚で、その年の差は14歳でした。そしてその魚住勉さんが認知症という噂がありますが、本当なのでしょうか。浅野敦子さんの夫魚住勉さんは1947年1月1日生まれで、2023年3月現在で76歳です。最近は作詞家やコピーライターとしての活動があまりないことや、浅野敦子さんの露出も少ないこともあって認知症のため家にいるという噂があるのです。調べてみたところ、魚住勉さんが認知症であるという確証は見つかりませんでした。また今回の浅野敦子さんの体調不良による舞台降板について取材も受けているようなので、魚住勉さんが認知症という可能性は低そうです。年齢的なこともあるのかもしれませんが、作詞家やコピーライターとしての活動がないことからの噂のようです。さて、そんな浅野敦子さんと魚住勉さんの間にはお子さんが一人いらっしゃいます。ご存知の方も多いかもしれませんが、お二人の子供というのはNHK アナウンサーの魚住優さんなのです。魚住優アナウンサーが生まれたのは1984年でした。そんな魚住優アナが幼少の頃の浅野敦子さんは、ショウンデル刑事や危ない刑事シリーズ、パパはニュースキャスターなどの人気番組に出演していて活躍しており、かなり多忙だったと思われます。そういう状況だったこともあり、幼い魚住優さんの面倒は浅野敦子さんの実母が見ていたということのようです。浅野敦子さんは育児放棄していたと後に語っていたこともあるようです。しかし実際は仕事が多忙で子供を母親に見てもらっていたということなので、育児放棄とはちょっとニュアンスは違うような気がします。子供を自分の母親に預けて遊びほうけていたとかなら育児放棄のような気がしますが、浅野敦子さんはそういうことではなかったのは明らかです。そういう暇もありませんでした。息子さんである魚住優さんが結婚するとき、浅野敦子さんは祝福していますし、魚住アナもそれを受け入れています。本当に育児放棄していたような母親だったら、息子さんとそんな関係にはならないのではないかと思います。ダブル浅野として人気があった浅野敦子さんと浅野ゆう子さん、芸名の名字が同じ浅野なので姉妹ではないかと思ってしまうことでしょう。お二人は赤の他人です。お二人の出身地や生まれ育った環境などが全然違いますので、姉妹ではないです。浅野敦子さんは東京都出身の一男一女ということですし、浅野ゆう子さんは兵庫県出身で一人っ子のようです。いかがだったでしょうか。今回は浅野敦子さんの様々に語られている噂について迫ってみました。
浅野温子さんは2003年に開始した読み語りをメインとして女優としても活動中です。これは古事記の神話や日本各地の民話や伝説を現代語で脚色し、浅野温子さんが演じる一人舞台劇なのだといいます。単に古事記やその他の文献を読み聞かせるようなイメージでしたが、違うようです。浅野温子さんは國學院大学の客員教授も務めており、同大学でもこの読み語りを開催しているようです。國學院大学は古事記、日本書紀など日本の神話、歴史、文化の研究や普及活動でも知られているので納得です。浅野ゆう子さんともどもアラカンとなった2人は、今ではお互いに笑って昔話をし合うような関係だそうです。トレンディドラマの2枚看板であるお二人から見て、今の芸能界やドラマ界はどのように映っているのでしょうか。今後も浅野温子さんの活動に注目し続けていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。